はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。サントリーフラワーズの尾形です。はい、ハイポネックスの白木です。はい、ハイポネックスジャパン研究開発の平尾です。はい、今日もしっかりとあの勉強をしていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日は、はい、まあ、病害虫というところ、はい、うん、まあ、今日も、ね、先生に来ていただいているので、あの弊社のスペシャリストを、はいはい、お呼びしておりますので。はい、そしたら私の方からですね、あの実際花とかを育てられてたらそろそろ暖かくなってきましたので、病気とか虫とか、うん、あと最近雨が降ってきましたので、はい、ナメクジとか結構悩まれてる方いらっしゃるんじゃないかと思いますので、そういった主要な害虫と病気についてちょっと説明して、それの対策について一通り説明し終わった後は今回の視聴者様からのご質問に対して対応していこうと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、こちらはですね、あのアブラムシの写真になります。この茎のところにですね、緑色のあの小さい虫がついっぱいついてると思うんですけど、アブラムシでしたらこういう感じでいっぱいつくのが特徴となっており、すごく気持ちが悪いと思いますがこれはちょっと控えめな写真を撮ってきたんですけど、こういった花の近くの茎のところについたり、花についちゃったり、あと葉っぱの裏をですね、裏返したらこういったアブラムシがついてることがありますので、まあ目にチェックして、もしついていた場合はですね、なかなかこれだけいるので手で取るというのが難しい、ちょっと、ね、気持ち悪いですね、はい、ところがありますので、はい、気づいたら殺虫剤を使うことをお勧めします。はい、こちらですね、ハイポネックス原液殺虫剤入りという製品があります。はい、こちらについてはですね、農薬って言ったらスプレーでかけるイメージがあるのですが、うん、これは希釈して土にかければあの虫に効いていくというタイプのものになります。なのでベランダとかでですね、スプレーかけると意外と汚れたりとかするので、そういった面気にせずですね、綺麗に使えるっていうのが優れた製品となっております。はい、そうです、お隣さんとかにね、そうなんですよ、ね、そうです、はい、なんかかけてるなとか思われるのも、はい、確かに、はい、あんなところでおすすめする商品となってます。はい、でもう一個の特徴は、あの液体肥料も同時に入ってますので、はい、虫を殺すと同時にお花もすくすく育てることができるというので、うん、2つを兼ね備えたおすすめする製品となっておりますので、はい、アブラムシを発見したらこういった製品使っていただければと思います。はい、次にですね、最近雨がすごく増えてきたと思うのですが、ナメクジの被害が結構出てきたと思います。でナメクジの被害に気づくためにはまずですね、どういった点がいい重要かと言いますと、あ、尾形さんありがとうございます。このですね、これキュウリの葉っぱになるんですが、ちょうど一昨日取ってきたところなんですけど葉っぱの上にですね、キラキラとした跡が残ってると思うんですが、ヌメヌメした跡なんですけど、これナメクジが歩いた跡になります。こういったキラキラとしたヌメヌメとした跡が残ってるとですね、ナメクジがいるよっていうサインになりますので、これで気づいてナメクジの、はい、そういう効く薬をまくことをお勧めします。ナメクジ自体は実際葉っぱ食べたり、サフィニアとかでもですね、花食べたりとかもしますので、気づいたらあの殺虫してあげることが大事になります。はい、そういった時におすすめの製品がですね、このナメトールという製品があります。ダメのこれもおすすめなのがですね、先ほど言った通りですね、まあ、スプレーするタイプじゃなくて、これも土の上にですね、粒が入ってますのでばらまくだけで大丈夫です。はい、鉢とかだったら鉢の縁に沿ってちょろちょろちょろってばらまいてあげれば、ナメクジが来た時にこれを食べるとですね、お腹を壊してまあナメクジを退治することができるというやつになってますので、お手軽なのですごく簡単ですし、あと私も研究所でよく使ってますけど、すごくよく効くので、ナメクジにはもうこれを必ず使うような感じですので、おすすめの一品となっております。これペットとかでも大丈夫ですか？なんか結構、ね、あもう、はい、犬が食べちゃうとか、ね、ありますよね。うん、このナメトールについてはですね、天然にある成分を使ってますので、うん、はい、そういった面でも安心して使ってあげられることができますので、うん、はい、そういった面でも結構選ばれる方が多い資材となっておりますので、うん、おすすめとなっておりますので、はい、こちらはバラの方ですね。バラの葉っぱにですね、あのこの黄色くなったところもあると思いますが、黒いあの斑点みたいなのがついてると思います。で、はい、こちら緑の方にも斑点がつき始めてるんですけど、こういった緑のところにつき始めて進むとこう葉っぱが黄色くなってくる現象があります。これは黒星病という病気になりまして、特にちょっと湿ってきてこの時期ぐらいからよく出始める病気になりますので、バラではこういった現象が出てないかちょっと注意深く見ることが大事になります。
あとバラではないのですけど、ちょっと写真がなかったので、こちらはナスの写真になるのですが、こういった黒星病と同じぐらいよく出る病気として、うどんこ病というものがあります。うどんこ病よく出ますよね。でうどんこ病はもう名前の通りでですね、うどんの粉の小麦粉みたいのがかかったのが特徴となっていて、そういった粉みたいなのが吹いてきたら病気にかかったサインになりますので、そういった際は殺菌剤をすぐにかけていただけると大事、重要だと思います。でバラの方でまた商品のご紹介なんですがバラの黒星病やですね、あのうどんこ病を予防する、あの殺菌する薬として、フローラガードというものがあります。先ほどのような写真のような状態になったらですね、こういったものを葉っぱの裏側を中心にですねかけてあげればよく効きますので、ぜひやってみていただければと思います。こういったかける薬についてはですね、虫の方についてはですね、まあ虫がいるところにかけるというのもあるんですが、基本的に虫も実は病気もですね、葉っぱの裏についていることが多くありますので、葉っぱの裏を中心にこういったかける薬はかけていくことが重要になってきますので、まんべんなく葉っぱの裏にかけた後に、まあちょっと表の方もさらっとかけてみるっていうのが、うまい使い方になりますので、はい、そういった意味とかもそうですよね。そうですね、大体裏側もありますもんね。そうですね、そうですね。なのであの虫とかも結構出始めたら止まらない時とかもあるので、もし余裕があったら定期的に葉っぱの裏を見たら、大事ですね、病気がついてたよとか、虫がついてたよとか確認したらすぐ使っていただけるとですね、よく栽培がうまくいくと思いますので、試してみていただければと思います。今日はサフィニアのちょっと写真をご紹介したいと思うのですけど、サフィニアってすごく虫がつきづらい植物として実は知られておりまして、アブラムシもほとんどつかないのですが、これちょっとそれを捉えた写真なんですけど、アブラムシって実は他の株に移るときに羽を生やすっていう習性がありまして、これ羽を生やしたアブラムシです。他の株からサフィニアに飛んできたときにですね、ここでなんか潰れたような感じになってるんですけど、あのサフィニアちょっと葉っぱを触るとベトベトするところなんですが、虫もここのベトベトにくっついちゃって、そこから動けなくなって死んじゃったっていうところになります。なのでサフィニアって本当に虫がつきづらくて育てやすいっていうのが一つ、まあ、これ花柄の写真になりますけど、こういった花柄を放置しておくとですね、まあ、ここもう病気にちょっとなったような状態なんですけど、病気がここから蔓延して、例えば健康な花でもちょっと白くなってると思うんですけど、これ灰色カビという病気になります。サフィニアすごく強いんですけど、先ほどのようにですね、花柄をちょっと放置しておくと元気な花にもですね、こういった病気が蔓延してしまうこともあるので、定期的に花柄を摘むっていうのが非常に大事になってくると思いますので、ぜひ試していただければと思います。はい、あのスプレーだと葉っぱの裏にかけるのは難しいです。おすすめのかけ方ありますかという。はい、そうですね、はい、もし殺虫剤とかでかけるのが難しいと思ったら、はい、まあ、先ほど紹介させてもらったこういった土にかけるタイプありますので、はい、現役のハイポネクス現役の殺虫剤とかがおすすめになりますし、はい、まあ、他社様とかで言っても、あの流剤っていう粒の剤とかもありますので、うん、土の上に置いたら効くっていうタイプもありますので、もしかけるのがちょっと難しいなという方は、そういったものを使っていただけるといいと思います。はい、鉢植えとかだったらね、もう結構ちょっと寝かして、あ、私もやりますね、ようにこうこういう感じにちょっと寝かせてですよね、こうですね、こういう感じで寝かしてこうかけたりとかは、ね、そうですね、しますけどね、はい、うん、あとはもう病気になった葉っぱをなるべく取っちゃう、うん、それも結構大事ですね。そうですね、そうですね、まず取ってあげて、はい、裏にかかるようにしてあげる、一回その全て除去してからかけてあげるって、うんうん、はい。貝殻虫もですねすごく厄介で、結構観葉植物とかについたりするんですけど、うん、確かに貝殻虫に効く薬もあるにはあるのですが、うん、なかなかホームセンターに売ってない時とかもあったりしますので、基本的な対処方法としましては、歯ブラシとかでこすって落としてあげると、はい、貝殻虫意外とベタッとついてなかなか剥がれづらいので歯ブラシとかでこすってあげて落として、はい、定期的にこすって落としてあげるのが大事になってきますので、はい、家にいますからね、歯ブラシはね、そうですね、はい、使ってみて、使わなくなった歯ブラシ、はい、そうですね、はいはい、ちょっと貝殻虫は苦戦するかもしれないですけど、はい、定期的に取ることが大事になります、はい。
しかも次回で終わりですよね。そう、最終ですね、次回が、はい、という間でしたけど、まあ、コメントとかもね、いろいろいただいてありがとうございます、はい、で、まあ、次回最後になって切り戻しとか、はい、やるんですけれども、はい、まあ、そこで、まあ、どういう風に育ちましたよとかもちょっとコメントで教えてもらえる。そうですね、皆様のね、あのサフィニアの、ね、ぜひぜひ状況を教えていただければと思います、はいはいはい、今日も一日ありがとうございました。ありがとうございました。また次回、また次回お願いします。